オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフのミキです。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は4月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げられたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは4月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランスの外相河野外相との会談でゴーン氏の推定無罪の尊重を求める。4月6日日曜日、フランス北西部ブルターニュ地域圏のディナールで、4月5日土曜日から2日間にわたって開催されていた主要7カ国外相会合で、フランスのジャン・イブル・ドリアン外務大臣と日本の河野太郎外務大臣が個別で会談を行い、フランス側が日本にカルロス・ゴーン容疑者に対し推定無罪の原則の尊重を求めたと明らかにされました。パリの救急病院、4月14日日曜日からストライキ、4月8日月曜日、今年1月にパリ東部サンタントワーヌ病院で発生した看護師などに対する暴力行為を受け、同病院に加え4月14日日曜日より新たに25のパリ公的支援病院救急サービスがストライキを行うと発表されました。選挙権を18歳から16歳に引き下げ、パリ市でテスト投票を開催。4月11日木曜日、パリ市長アンヌ・イダルコ氏はルモンド氏のインタビューに答え、5月26日日曜日に行われるヨーロッパ議会選挙に前後して16歳から17歳の学生を対象に同選挙のテスト投票を行うと発表しました。トランプ大統領、ノルマンディ上陸作戦75周年記念式典に出席を表明。4月11日木曜日、アメリカ合衆国のトランプ大統領は6月6日に行われるノルマンディ上陸作戦75周年記念式典への参加を表明しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はパリの救急病院、4月14日日曜日からストライキです。4月8日月曜日、今年1月にパリ東部のサンタントワーヌ病院で発生した看護師などに対する暴力行為を受け、同病院に加え4月14日日曜日より新たに25のパリ公的支援病院救急サービスがストライキを行うと発表されました。今年1月、サンタントワーヌ病院救急センターである患者が診察を終えた後、女性看護師や女性準看護師に対して非常に攻撃的な態度を示し、看護師らが制止しようとしたところ、看護師の毛髪を引っ張る、顔を殴るなどの暴力行為を行いました。設備が適用できていないこと、それぞれ違った事情を持つ患者に対応できる人員が不足していること、情報がない状態で待たされるため、場の空気が非常に悪くなり、患者同士の緊張感が高まることが問題だと、クリストフ・ピュルドム医師は語ります。サンタントワーヌ病院の医師らは、より多くのスタッフの確保、24時間警備の強化、暴力事件が起きた場合の手続きの改善、監視カメラの設置などを病院側に求めましたが、病院側がこれらに対して
消極的な態度を取ったことから、この病院では3月18日月曜日より無期限で救急センターの医師、看護師、スタッフらがストライキを行っています。サンタントワーヌ病院のストライキを受け、パリのラリボワズイエール病院、ピティエ・サルペトリエール病院、サンルイ病院、ドゥノン病院の4つの病院を含む25のパリ公的支援病院救急サービスも4月14日日曜日よりストライキを行うと発表がありました。安全な設備、介護やリハビリ、鍼灸といった補助医療における雇用の確保、300ユーロの賃金アップを要求しています。これに対しマルタン・イルシュパリ公的支援病院救急サービスゼネラルマネージャーは、直ちにニーズに応じて対応することのできる45人の追加人員確保を新たに行うと発表しました。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Les urgences des hôpitaux de Paris appelaient à faire la grève à partir de dimanche 14. Lundi 8 avril, il a été annoncé que 25 services d'accueil des urgences de l'assistance publique hôpitaux de Paris seraient en grève à partir de dimanche 14 avril. Ces établissements viennent s'ajouter à l'hôpital Saint-Antoine dans l'est de Paris, où il y a eu des violences contre des infirmières et des infirmiers en janvier de cette année. Après un examen médical, un patient a violemment agressé des infirmiers et une aide-soignante. Il s'est montré extrêmement violent quand les infirmiers ont tenté de l'arrêter en tirant leurs cheveux et frappant au visage. Le docteur Christophe Prudhomme explique que le problème vient du fait que les locaux sont inadaptés, qu'il y a un manque de personnel, alors que les gens attendent dans les couloirs avec des profils complètement différents. Il continue en disant que les tensions montent parce que les gens attendent et n'ont pas assez de renseignements. Les médecins de l'hôpital Saint-Antoine ont demandé à l'hôpital de recruter davantage de personnel, de renforcer la sécurité 24 heures sur 24, d'améliorer les procédures en cas de violence, d'installer des caméras de surveillance, etc. L'hôpital, n'ayant pas répondu positivement à ces attentes, des médecins, des infirmières et des membres du personnel du service
des urgences sont en grève pour une durée indéterminée depuis lundi 18 mars. Selon une annonce, à partir de dimanche 14, la grève de Saint-Antoine s'étend à 25 autres services des urgences parisiens, dont Lariboisière, Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis et Thenon. Ils demandent des équipements sûrs, des emplois sécurisés en soins infirmiers, de réadaptation et de soins médicaux tels que l'acupuncture, ainsi qu'une hausse de salaire de 300 euros. En réponse, le directeur général de l'APHP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a déclaré « Dans l'immédiat, nous mobilisons 45 emplois supplémentaires qui pourront être répartis en fonction des besoins. » セバスチャン先生、ありがとうございました。日本では考えられない救急病院のストライキ、労働条件は改善されるのでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。